て弱気じゃダメさ。今見せてやれ、しなやかな底力。の作文はうちでの出来事を書いてもらいたい。自分で感じたことをありのままに表現するように。う？ヨンクロー君、ヨンクロー君、ヨンクロー、ヨンクロー、起きろー。おお、廊下に立っとれ。スカリオンの逆襲。まいったん。サーキットの英雄も学校じゃ勝たなしね。リンコ、どうせ授業中に眠りでもして立たされたんでしょ。せえ、大きなお世話だよ。うるさいな、お前じゃ。何をやっとるんだ。いや、あの、その、あれ、もう我慢ならん、校庭実習駆け足。そんな。体育じゃな。男のくせにいつまで怒ってんのよ。実習も走らされたこっちの身にもなれよ。もう足がパンパンだぜ。ごめん。それより四クロ、前から聞こうと思ってたんだけど、どうしていつもブーメランを肌身離さず持ってるの？ん？これか？うん、エンペラーを持ってるんならわかるんだけど。これは父ちゃんの形見なんだ。え？あれはオイラが小学校に入る前だった。チッ！あ！このおもちゃいらないよ！なんてことすんじゃ、四クロ！父ちゃんは夢を実現するために旅立つんじゃ。夢のために命を懸けてな。男が死を覚悟で旅立つのを誰も止めることはできないんで。四九郎、父ちゃんのわがままを許してくれ。これは父ちゃんの一生の夢なんだ。父ちゃんは世界最高峰のラリーを征服する。有名なパリ・ダカールラリーをはるかにしのぐスケール、50年以上の伝統を持ち、未だ生還した者がいない。そんなラリーが世界にはあるんだ。じいちゃんも昔旅に出たが帰ってこなかった。じゃがお前はきっと帰ってくるんじゃぞ。はい、母さん。よくろはこのバーがきっと立派な男に育ててみせる。ゲンさん、エンジン温まりましたよ。ああ、もうちょっと待ってくれ。よくろ、これはミニ四駆といっておもちゃとは違う。これを持ってる限り、きっといつか父ちゃんの気持ちを分かってくれるだろう。父ちゃん、父ちゃん見た最後だった。それでずっとこれを。まあな、父ちゃん帰ってこなかったけど、ブーメランを持ってたおかげでみんなとも知り合えたし、なんとなくあの時の父ちゃんの気持ちがわかるような気がしてきたんだ。偉いだね、ヨンクロ。ちょっと湿っぽくなっちまったな。でもよ、おいらいつか地獄ラリーに出られるような立派なドライバーになるぜ。そしておじいちゃんや父ちゃんが果たせなかった夢を実現すんだ。どうしてお父さんが夢を果たせなかったって決めつけるのよ。ん？どうしてお父さんが死んだって決めつけるの？それは死んでねえと思いてよ。でもラリーに出発して5年なのに音沙汰なしだし、
パーはそんな親不孝もんは仏壇入りじゃって諦めてるし。お父さんは生きてる。なんだって？少なくとも1年前までは確実に生きてた。ほんとかりんこ？四クロは忘れてしまってるでしょうけど、あの時あなたのお父さんの車にはもう一人乗っていたでしょ。ああ、ナビゲーターが一人。それが私の兄さんよ。兄さんはあなたのお父さんと地獄ラリーに参加していたのよ。スメラギさんが父ちゃんと？ゲンさんは私にとって人生の恩人なんだ。人生の恩人？あれはちょうど7年前だ。自分で言うのもなんだが、当時の私は新進の車の設計者として脚光を集めていた。そこへ願ってもないビッグチャンスが来たんだ。日本人初の F1 レーサーのために F1 車を設計しないかという依頼だった。ひょっとしてその F1 レーサーって父ちゃんのこと？そうだ。当時のゲンさんは国内に敵なしと言われるほどの実力者だった。私は喜んでその依頼を受け、ゲンさんが F1 界に殴り込むのにふさわしい車を完成させたんだ。ところが走行テスト中に、よし、ベストタイムだ。ブレーキが甘い。事故の原因は明らかに私の設計ミスだった。ショックだった。私の作った車でゲンさんは二度と F1 のハンドルを握れない体になってしまったんだからね。私は車の設計をする夢を捨てゲンさんに謝った。その時ゲンさんはこう言ったんだ。俺にとって F1 のドライバーになるのは最終目的じゃないんだよ。 F1 は俺の夢の実現の単なる一過程に過ぎない。俺の目標は地獄ラリーに出場して完走することなんだ。俺はこの怪我を一日も早く克服してみせるから、君も世界一の車を設計する夢を捨てないでくれ。その後退院したゲンさんは復帰を目指してリハビリを続け、不屈の精神力で見事克服した。全く頭が下がる思いだった。同時にゲンさんをそこまで駆り立てる地獄ラリーとは一体何なのか、この目で見たいと思い、ナビゲーターとして同乗させてもらったんだ。地獄ラリーは想像を絶するすごいラリーだった。難関で私は何度もくじけそうになったが、その度にゲンさんに励まされて克服していったんだ。私はある事情で帰ってきたが、ゲンさんは今もどこかで地獄ラリーを続けているはずだよ。じゃあ父ちゃんは本当に生きてるんだね。うん。嬉しいぜ。オイラもミニ四駆で頑張るから地獄ラリー完走してくれよな。四クロから聞いたぞ。ゲンクロやっぱり生きとったんだな。スメラギさんに再会した時お前のことを聞くのが怖くてずっと黙っとったが、そうか、生きとったか。札幌から、うん、おはよう。あーす。予選の 1,2 回戦を戦って分かったが、レースコースはオンロードじゃなくオフロードが主体だ。準々決勝以上になればもっとハードなコースが待ち構えていると思うんだ。それは言えてるわね。そこでよ、シンクロが自腹を切ってダッシュウォーリアーズのためにオフロードの練習用コースを作ってくれるんだってさ。さすが金持ち太っ腹。今日中には完成するから明日からは練習ができるよ。うん、これならレースもできるしバッチリだぜ。うん、よし、やるぞ。
のコースもうできたかな。明日の練習の前にちょっとコースの下調べをさせてもらおうっと。これで明日の練習もオイラのトップでゴールだぜ。ふざけんなよ。俺たち何も金よこせってんじゃないんだよ。ただ貸してくれりゃいいのさ。ほら持ってんだろ、見せてみな。あいつらはスカリオン。レーサーミニ四駆だ。ああ、あいつ一丁前にミニ四駆なんか持ってやがるぜ。おめえみてえなヘナチョコがミニ四駆するなんて10年早えんだよ。やめろよ。おめえはダッシュウォリアーズの四駆郎。いいところに現れたな。おめえたちに負けたおかげで俺たちは青山監督にクラブを辞めさせられたんだ。たっぷりお礼をさせてもらうぜ。何言ってんだ、お前たちがまだこんなことしてっからじゃねえかよ。うるせえ、みんなやっちまえ。あ、青山監督だ。何、青山。やばい、逃げろ。タイミングよかったぜ。あ、そうだ。はい、これ。あ、ありがとう、四九郎くん。え、どうしてオイラの名前を。あ、それは君もしかしてパンクロ。あ、まあね、じゃあ。パンクロ。なんだあいつ、メイクしてないとやたらとろいな。変なやつ。わあ、すごい。ほんとすげえコースだぜ。さすがシンクロくんだわ。なんのなんの。それにしてもパンクロのやつ遅いな。約束を破るようなやつじゃないんだが。俺たちだけで先に練習始めないか。もうちょっと待ってみようぜ。寝坊しちゃって化粧してる時間なくなっちゃった。みんな怒ってるんじゃないかな。あ、やばい。待ちな。誰かと思えば昨日のガリ弁じゃないか。今日は随分ギンギンの格好してくれてんじゃないの。これはその、その大事そうに持ってるものはなんだ。これはこれはあの、ああなんだこりゃ。メイク道具だ。男のくせに化粧なんかするんじゃねえよ。返してくれよ。どうします、木村さん。みんなで遊んでやりな。もう待てねえ。さあ始めようぜ。いや、もう少し待とうよ。あ、来た。あら、ノーメイク。しかも顔腫らしちゃって。どうしたんだ、メガネとその顔は。なんでもないよ。遅れたんで慌てたら転んじゃって。遅くなってごめんね。素顔見るのは初めてだけど、お前メイクなしだと迫力ねえな。よし、全員揃ったし早速練習を始めよう。練習なんてかったるいから2チームに分かれてレースと行こうぜ。賛成。じゃあ私がタイム係をやるわ。おいらパンクロと組むぜ。よし、こっちはパンクロとだ。シンクロ。ね、俺のキャノンボール故障してるんだ。しょうがないな、僕のテストカー用のキットがあるからそれ使いなよ。うん。ダメだ、うまくできない。メイクさえしていればこんなキットなんかわけないのに。パンクロ、みんなあいつらのせいだ。やっぱりスカリオンのやつらか。君なんかにわかるもんか。このグズで臆病なガリ弁が俺の素顔なんだ。だったらその素顔に自信持てばいいじゃん。ここはオイラたちだけの世界なんだぜ。オイラのパンクロの、そしてみんなの好きなミニ四駆の世界なんだ。気にすることなんかないさ。俺たちだけの世界。
俺たちの世界。用意はいいわね。まずはオイラのエンペラと僕のシューティングスターの勝負だ。それでは位置について。ヤンクロー、救助はこの俺のパワービートルに任せない。頼んだぜ。シンクロー、こっちも準備できたよ。オーケー、よーい。負けないぜヤンクロー。あ、おいらこそ。見ろ、あれはダッシュウォーリアーズだぜ。こんなところに練習場なんか作りやがって。この前負けたお礼をたっぷりさせてもらおうじゃねえか。おー、いやー、あれはスカリオン。あ、あいつら。こんなコースメタメタにしてやれ。ねえ、何すかよ。邪魔だ、どけ。ジョンクロ、お前もダッシュウォーリアーズの仲間だったとはな。何するんだお前たち。みんなレースを続けた。オイラたちのレースだぞ。甘いってんじゃねえよ。かなよくろおエンペラーがコースアウトだ。どっちを助けりゃいいんだ。タンクロー、レースを続けろ。こいつらは僕が相手をする。お、しまい。馬も二度と使えねえようにしてやるぜ。やめろ。ふざけた真似を。ヨンクロー、今のうちだ。再スタートしろ。すまん、タンクロー。ゲイプラ。やろう。みんな、なんだこいつら。殴っても殴ってもレースを続けてやがる。四駆はオイラたちの世界だい。お前たちなんかに当たってたまるか。俺たちの世界。俺たちの世界。うわっ、うわっ、俺たちの好きなミニ四駆の世界を守らなくちゃ。あ、ドクサレ野郎ども、俺たちの世界をてめえらの勝手にはさせねえぜ。次はドイツだ。逃げろ。助けてくれ。やったな、バンクロー。かっこよかったぜ。それよりレースは。そうだ、レースは大丈夫。今最終コーナーを回ってくるわ。どっちだ。一線に並んでる。引き分けね。いや、勝ったのは僕たちさ。ここにいる全員が勝利者さ。そうだよね。タンクロー、見直したぜ。メイクしなくてもすごいじゃん。え？俺メイクしてないの、コロッと忘れてた。よし、行こうぜ。じゃあ、オイラ男の夢ってやつがちょっぴり分かってきたぜ。オイラも夢に向かって突っ走るから、父ちゃんも地獄ラリーを突破して早く帰ってきてくれよ。
に現れた RC 野郎、その名も諸星大地。その諸星がオイラたちに勝負を挑んできた。 RC カートミニ四駆の決闘だ。諸星だか梅星だか知らねえが、オイラが走れば RC かなんてちょろいちょろい。次回ミニ四駆対 RC、 みんなダッシュだね。今は小さなヒーローだけど、見失うなよ大きなゴールを。君は未来のウィナーだから、風に勇気を膨らませ走れ。Hold on.